Hello everyone! Welcome to my channel! It's みほこ! みなさんこんにちは、みほこです。 Let me read this famous short story written by O. Henry today. The Last Leaf, published in 1907 in his collection The Trim Lamp and Other Stories.The Last Leaf is about Jonesy, a poor young woman aspiring to become an artist who is seriously ill with pneumonia. And her neighbor, Berman, an old man who is also an artist. Before I read this story in Japanese, let me talk about this story a little. Jonesy,believed she would also end her life when the ivy vine on the wall outside her window lost all leaves. One day after a storm, Jonesy asks her roommate Sue to open the curtain. They thought all the leaves were gone, but one was still on the wall. The last leaf gave her hope.But actually, Bowman tricked her by painting leaf on the wall. Thanks to the hope, Jonesy recovered, but Bowman, who caught pneumonia while painting the leaf, died. The painting of the last leaf was his best masterpiece. Okay.Now I'm reading this story in Japanese. I will leave the links of this story in the description section. This is a bittersweet story with a twist, but I hope you like it. 最後の一枚の葉。原作 O. Henry 翻訳結城博士。ワシントンスクエア西にある小地区は、道路が狂ったように入り組んでおり、プレースと呼ばれる区域に小さく分かれておりました。このプレースは、不可思議な角度と曲線を描いており、1、2回、自分自身と交差している通りがあるほどでした。かつて、ある画家は、この通りが貴重な可能性を持っていることを発見しました。例えば、絵や紙やキャンバスの請求書を手にした取り立て屋を考えてみてください。取り立て屋は、この道を歩き回った挙句、ぐるりと元のところまで、戻ってくるに違いありません。一銭とも取り立てることができずにね。それで芸術家たちは間もなく奇妙で深いグリニッチビレッジへとやってきました。そして北向きの窓と18世紀の切り妻とオランダ風の屋根裏部屋と安い賃貸料を探してうろついたのです。やがて彼らは白目製のマグやコンロ付き卓上鍋を1、2個6番街から持ち込み、コロニーを形成することになりました。ずんぐりした3階建てのレンガ造りの最上階では、スーとジョンジーがアトリエを持っていました。ジョンジーは、ジョアンナの愛称です。スーはメイン州の、ジョンジーはカリフォルニア州の出身でした。二人は8番街のデルモニコの店の定食で出会い、芸術とシコリーのサラダと、
ビショップスリーブの趣味がぴったりだと分かって、共同のアトリエを持つことになったのでした。それが5月のことでした。11月に入ると、冷たく目に見えないよそ者が、そのコロニーを巡り歩き始めました。そのよそ者は医者から肺炎師と呼ばれ、氷のような指でそこかしこにいる人に触れてゆくのでした。この侵略者は東の端から大胆に歩き回り、何十人もの犠牲者に襲いかかりました。しかし、狭くて苔むしたプレイスの迷宮を通るときには、さすがの彼の足取りも鈍りました。肺炎師は、騎士道精神に満ちた老人師とは呼べませんでした。息が荒く、血にまみれた手を持った、年寄りの痩せ者が、カリフォルニアのそよ風で血の気の薄くなっている小柄な婦人を相手に取るなどというのは、フェアプレーとは言えますまい。しかし、肺炎師は、ジョンジーを襲いました。その結果、ジョンジーは倒れ、自分の絵が描いてある鉄のベッドに横になったまま少しも動けなくなりました。そして小さなオランダ風の窓ガラス越しに、隣にあるレンガ造りの家の何もない壁を見つめ続けることになったのです。ある朝、灰色の濃い眉をした多忙な医者が、スーを廊下に呼びました。助かる見込みは、そう、銃に一つですな。医者は、体温計の水銀を振り下げながら言いました。で、その見込みは、あの子が行きたいと思うかどうかにかかっている。こんな風に葬儀屋の側につこうとしてたら、どんな薬でもバカバカしいものになってしまう。あのお嬢さんは自分は良くならないと決めている。あの子が何か心にかけていることはあるかな。あの子はいつかナポリワンを描きたいって言ってたんです。とスーは言いました。絵を描きたいって？もっと倍くらい身のあることは考えていないのかな。例えば男のこととか。男？スーはビアボンの弦の音みたいな鼻声で言いました。男なんて言えないです、先生。そういう話はありません。じゃあそこがネックだな。医者は言いました。私は自分の力の及ぶ限りのこと、科学ができることは全てやるつもりだ。でもな、患者が自分の葬式に来る車の数を数え始めたら、薬の効き目も半減なんだよ。もしもあなたがジョンジーに、冬にはどんな街灯の袖が流行るのかなんて質問をさせることができるなら、望みは十に一つから五に一つになるって
受け合うんだがね。医者が帰るとスーは仕事部屋に入って日本製のナフキンがぐしゃぐしゃになるまで泣きました。やがてスーはスケッチブックを持ち、口笛でラグタイムを吹きつつ胸を張ってジョンジーの部屋に入っていきました。ジョンジーはシーツをかけて横になっていました。シワ一つのシーツに寄せることなく、顔は窓に向けたままでした。ジョンジーが眠っていると思い、スーは口笛をやめました。スーはスケッチブックをセットすると、雑誌小説の挿絵をペンとインクで書き始めました。若い作家は文学の道を切り開くために雑誌小説を書きます。若き画家は芸術の道を切り開くためにその挿絵を書かなければならないのです。スーが優美な馬の商用のズボンと片眼鏡を主人公のアイダホ州カウボーイのために描いているとき、低い声が数回繰り返して聞こえました。スーは急いでベッドのそばに行きました。ジョンジーは目を大きく開いていました。そして窓の外を見ながら数を数えて、逆順に数を数えているのでした。12とジョンジーは言い、少し後に11と言いました。それから19と言い、それから8と7をほとんど同時に言いました。スーはいぶかしげに窓の外を見ました。何を数えているのだろう。そこには草もなく、わびしい庭が見えるだけで、レンガの家の何もない壁は20フィートも向こうなのです。根元が節だらけで腐りかかっている、とてもとても古いツタが、その瓦礫の壁の中ほどまで張っていました。冷たい秋の風は、ツタの葉に吹きつけて、もう裸同然となった枝は、崩れかかったレンガにしがみついているのでした。なに？スーは尋ねました。6とジョンジーはささやくような声で言いました。早く落ちてくるようになったわ。3日前は100枚くらいあったのよ。数えていると頭が痛くなるほどだったわ。でも今は簡単。ほらまた1枚。もう残っているのは5枚だけね。何が5枚なの？スーちゃんに教えてちょうだい。葉っぱよ。ツタの葉っぱ。最後の1枚が散るとき、私も一緒に行くのよ。3日前から分かっていたの。お医者さんは教えてくれなかったの？まあそんなバカな話は聞いたことがないわよ。スーはとんでもないと文句を言いました。古いツタの葉っぱとあなたが元気になるのとどんな関係があるっていうの？あなたはあのツタをとても大好きだったじゃない、おバカさん。そんなしょうもないことを言わないでちょうだい。あのね、
お医者さんは今朝、あなたがすぐに良くなる見込みは、お医者さんが言った通りの言葉で言えば、1に10だって言うのよ。それって、ニューヨークで電車に乗るとか、建設中のビルのそばを通るぐらいしか危なくないってことよ。ほらほら、スープを少し飲んで。そして、このスーちゃんをスケッチに戻らせてね。そしたらスーちゃんは編集者にスケッチを売ってね。病気のベビーにはポートワインを買ってね。腹ペコの自分にはポークチョップを買えるでしょ。もうワインは買わなくていいわ。目は窓の外に向けたまま、ジョンジーは言いました。ほら、また一枚。もうスープもいらないの。残りの歯は、たったの4枚。暗くなる前に、最後の一枚が散るのを見たいな。そして、私もさよならね。ジョンジー、ねえ。スーは、ジョンジーの上にかがみ込んで言いました。お願いだから目を閉じて、私の仕事が終わるまで窓の外を見ないって約束してくれない？この絵は明日までに出さなきゃいけないのよ。描くのに明かりがいるの。でなきゃ、日よけを下ろしてしまうんだけど。他の部屋では描けないの？と、ジョンジーを冷たく尋ねました。あなたのそばにいたいのよ。と、スーは答えました。それに、あんなツトの葉っぱなんか見てほしくないの。終わったら、すぐに教えてね。と、ジョンジーは言い、目を閉じ、倒れた象のように、白い顔をして、じっと横になりました。最後の一枚が散るのを見たいの。もう待つのは疲れたし、考えるのにも疲れたし、自分がきっと握りしめていたものすべてを話したいの。そして、ひらひらひらっと行きたいのよ。あの哀れで疲れた木の葉みたいに。もうおやすみなさい。と、スーは言いました。ベアーマンさんのところまで行って、年老いた穴蔵のイントンジャーのモデルをしてもらわなくっちゃいけないの。すぐに戻ってくるわ。戻ってくるまで動いちゃダメよ。ベアーマン老人は、スーたちの下の1階に住んでいる画家でした。60は越していて、ミケランジェロのモーセの顎ひげは、カールしつつ、森の神サチュロスの頭から高2の体へ垂れ下がっているという風情です。ベアマンは芸術的には失敗者でした。40年間絵筆を振るってきましたが、芸術の女神の衣の裾に触れることすらできませんでした。傑作をものするんだといつも言っていましたが、未だかつて手をつけたことすらありません。ここ数年間は、時折、商売や広告に使う下手な絵以外には、全く何も描いていませんでした。時々、プロのモデルを雇うことのできないコロニーの若い画家のためにモデルになり、わずかばかりの稼ぎを得ていたのです。
ジンをガブガブ飲み、これから書く傑作について今でも語るのでした。ジンを飲んでいないときは、ベアマンは気難しい小柄な老人で、誰だあれ、軟弱な奴に対してはひどく嘲笑い。自分のことを会場に住む若き二人の画家を守る特別なマスチフ氏の番犬だと思っておりました。ベアマンはジンのジュニパーベリの香りをプンプンさせて、開花の薄暗い部屋におりました。片隅には何も書かれていないキャンバスが画家に載っており、25年もの間、傑作の最初の一腕が下ろされるのを待っていました。スーはジョンジーの幻想をベアマンに話しました。この世に対するジョンジーの関心がさらに弱くなったら、彼女自身が一枚の木の葉のように弱く脆くハラハラと散ってしまうのではないか。スーはそんな恐れもベアマンに話しました。ベアマン老人は赤い目を潤ましつつ、そんなバカバカしい想像に軽蔑と嘲笑の大声を上げたのです。なんだらとベアマンは叫びました。一体全体葉っぱがけしからん、ツタから散るから死ぬなんたら、バカなこと考えてる人がいるのか。そんなのは聞いたこともないぞ。アホ隠居ののろまのモデールなんかやらんぞ。なんだよそんなんたらつまらんことをあの子の頭に考えさせるんだら。あのかわいそうなかわいい四時に。病気がひどくて体も弱っているのよ。と、スーは言いました。高熱のせいで気持ちが落ち込んで、おかしな考えで頭がいっぱいなのよ。ええ、いいわよ、ベアマンさん。もしも私のためにモデルになってくれないならしなくて結構よ。でも、あなたは嫌な老いぼれの、老いぼれのコンコンチキだわ。あんたも女ってわけだ。と、ベアマンは叫びました。モデールにならんと、誰が言ったらんか。いいかね。あんたと一緒に行くったらさ、モデルの準備できてると、30分もの間言おうとしたったらさ、ガーッと。ここは、ヨンジーさんみたいな素敵なお嬢さんが、病気で寝込むところじゃないったら、いつかわしが傑作を書いたらって、わしらはみんなここ出ていくんだら。ガッと、そうなんだら。上の階に着いたとき、ジョンジーは眠っていました。スーは日よけを窓の敷居まで引っ張り下ろし、ベアマンを別の部屋へ呼びました。そこで、二人はビクビクしながら窓の外のツタを見つめました。そして一言も声を出さず、しばし二人して顔を見合わせました。ひっきりなしに冷たい雨が降り続き、みぞれ混じりになっていました。ベアマンは青いフルシャツを着て、ひっくり返した鍋を大岩に見立て、穴黒の隠居者として座りました。次の朝、1時間眠ったスーが目を覚ますと、
ジョンジーはドロンとした目を大きく開いて、下ろされた緑の日よけを見つめていました。日よけをあげて、見たいの。ジョンジーはささやくように命じました。スーはしぶしぶ従いました。けれども、ああ、打ちつける雨と激しい風が長い夜の間荒れ狂ったというのに、ツタの葉が一枚、レンガの壁に残っておりました。それは、最後の一枚の葉でした。茎の付け根は深い緑で、ギザギザのヘリは黄色がかっておりました。その葉は勇敢にも地上20フィートほどの高さの枝に残っているのでした。これが最後の一枚ね。ジョンジーが言いました。昨晩のうちぎ知ると思っていたんだけど。風の音が聞こえてたのにね。でも今日、あの葉は散る。一緒に、私も死ぬ。ねえ、お願いだから。スーは疲れた顔を枕の方に近づけて言いました。自分のことを考えないって言うなら、せめて私のことを考えて。私は、どうしたらいいの？でも、ジョンジーは答えませんでした。神秘に満ちた遠い旅立ちへの準備をしている魂こそ、この世で最も孤独なものなのです。死という幻想が、ジョンジーを強く捉えるにつれ、友人や地上との絆は、弱くなっていくようでした。昼が過ぎ、黄昏時になっても、たった一枚残ったツタの葉は、壁を這う枝にしがみついておりました。やがて夜が来るとともに、北風が再び解き放たれる一方、雨は窓を打ち続け、低いオランダ風の庇からは雨粒がボタボタと落ちていきました。朝が来て明るくなると、ジョンジーは無慈悲にも日よけをあげるようにと命じました。ツタの葉はまだそこにありました。ジョンジーは横になったまま、長いことその葉を見ていました。やがて、スーを呼びました。スーは、チキンスープをガスストーブにかけて、かき混ぜているところでした。私はとても悪い子だったわ、スーちゃん。と、ジョンジーは言いました。何かがあの最後の葉を散らないようにして、私がなんて悪いことを思っていたか教えてくれたのね。死にたいと願うのは罪なんだわ。ねえ、スープを少し持ってきて、それから中にワインを少し入れたミルクも、それから、違うわ、まず鏡を持ってきて。それから、枕を何個か、私の後ろに押し込んで。そしたら、体を起こして、あなたが料理するのが見られるから。それから一時間経って、ジョンジーはこう言いました。スーちゃん、私、
いつかナポリ湾を描きたいのよ。午後にあの医者がやってきました。帰り際、スーも廊下に出ました。ゴブゴブだ。と、医者は、スーの細く震えている手を取って言いました。よく看病すれば、あなたの勝ちになる。これから私は、下の階にいる別の患者を見なければならん。ベアマンと言ったな。画家なんだろうな。この患者も肺炎なんだ。もう高齢だし、体も弱ってるし、急性だし。彼の方は助からんだろう。だが今日、病院に行って、もう少し楽になるだろう。次の日、医者はすぐに言いました。もう危険はない。あなたの勝ちだ。あと必要なのは栄養と看病、それだけだよ。その午後、スーはベッドのところに来ました。ジュンジーはそこで横になっており、とても青くて、全く実用的じゃない、ウールのショルダースカーフを満足げに編んでおりました。スーは枕も何もかも全部まとめて抱きかかえるように手を回しました。ちょっと話したいことがあるのよ、白ネズミちゃん。と、スーは言いました。今日、ベアマンさんが病院でお亡くなりになったの。病気はたった二日だけだったわ。一日目の朝、下の自分の部屋で痛みのためどうしようもない状態になっているのを管理人さんが見つけたんですって。靴も服もぐっしょり濡れていて、氷みたいに冷たくなっていたそうよ。あんなひどい晩に一体どこに行ってたのか、はじめは想像もできなかったみたいだけど、まだ明かりのついたランタンが見つかって、それから元の場所から引きずり出されたはしごが見つかったのよ。それから散らばっていた筆と緑と黄色が混ぜられたパレットも。それから、ね、窓の外を見てごらんなさい。あの壁のところ、最後の一枚のツタの葉を見て。どうしてあの歯、風が吹いてもひらひら動かないのか不思議に思わない？あ、ジョンジー、あれがベアマンさんの傑作なのよ。あの歯はベアマンさんが描いたものなのよ。最後の一枚の歯が散った夜に